さんここに閉じ込めて締め切りに追われてるみたいになってる。これあの秘密組織なの。うわーボンバーだ。マグナムのオーボマ。うわーダッチバーちゃんシュガピの顔やばい。怖いね。キャー大丈夫ですかお兄さん。遅くなってごめんね。おー遅くない。ももみが遅くなりました。逆に。あいやいや全然遅くないよ。やべこのランプ暴れ棒だ。暴れん坊だ。世界最速のランプこれ。嘘だよ。本当だよ。でもランプどのぐらい出るのかそもそも知らないです。普通は200出ないんだけど、うん、このランプ200出ます。なんで？違法改造。白市民？白市民による違法改造が施されてて。おい。いた。でも暴れん坊さんなんだね。うわーやばいよ。任せなさい。うわやっぱ違法改造されてるから亀にならないんだ。ちゃんとほんとだ。すごいんだよこのランプ。タイヤがハの字になってる。そうなの、ね、そうなの、ね、内股なん外股ガニ股。結構ビビるかもしんないけどいい？え何が？失神しないでね。大丈夫、ちゃんとトイレも済ませてきました。失神じゃないね。ちなみに失神は気失う方ね。あ、大丈夫ですよ。コアなことやめてね。もうやばいかもな。あもうやばいよ。もうね、ちゃやばい。でちょっと待って、ね、降りないでいいよ。え、ここガレージ行ける？降りていいの？降りちゃったけど。え、ドン？うん、もうこの車と車の間にドンしました。あ、ほんとだ。え、ちょっと待って、ね、いいですよ、ゆっくりで。え、大もめ屋かと思った。全然娯楽だ。白井さん、白井さんここに閉じ込めて締め切りに追われてるみたいになってるこれ。え？連れてっていい？手錠で。これね、森先生守秘義務あるもんね。うん。これあの秘密組織なの。かっこいい。何するの？うん、何でもやってるよ。犯罪の斡旋とか麻薬の売買とか。すごい。武器の買い取りとか製造とか。じゃあ白市民じゃなかったんだ。あ、でも白市民パスは持ってる。あ、そっか。はい、ヨガ、ヨガ、ヨガ、あ、ヨガんでない、よかった。ほら。あ、またもう、嘘だよ9と6、ヨガとガバゼだ。すげーズルだ。ズル？いいなぁ。ズルかなぁ。ズルよ。ナシマさんがカジノオーナーだからトランプ？ヘビは？スリザリンってこと？でもあそこ鍵のマークついてたら意味ない。かっこいいのに、そこら辺ちょっと師匠気が利かないんだよ。結構面白い物件があって別の。うん、また使うようになったらお願いすると思います。おー絶対他の人に言わないでももめに言ってください。
見に行けなくなっちゃうから、そういうかっこいいところ伝えるね、その時は。だから時間あるし、今から行っちゃうか。いいんですか？あと20分しかないですよ。うん、あのガレージだけは遅かれ早かれだと思うから、あってもいいか。はい、不動産やってるといろんな人の秘密基地見れてすごい楽しい。ねえ、ギャングとかのあれとか見れるんでしょう。そう、かっこいい。やあ、すごい。うそー。ちょっと待って、閉めてくるね。はい、何もなんだな、島かな。すげえ。降りていいよ。はい、お邪魔します。作りたくて。はい、とか見てく。見たい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 。はい、どうぞ。お邪魔します。うわここでね、違法な武器を作るの。違法な武器。うん、そのためのステップなんだよ。そんなことできない。そうなんだよ、もう大変だったんだから。ハングレの従業員雇ってここで作らせるの。作らせる、うえー、すげー。うわー、もう何も見なかったことにします。守秘義務あるからね。うん、やば。ここはどうしようか。うわ、バレたらどうなるんだろう。捕まっちゃうのかな。ちょっとガソリン入れるね。はい、じゃあ降ります。捕まったらどうしよう。助けてくれる。うん、怖いから助けられない。面会来てくれる。あ、面会行く行く。怖いもん、警察。怖いよね。警察頼りがいある？うん。おっと、これは。ギャングとどっちが頼りがいある？ギャングに頼ることほぼないからな。そりゃそうだよね。うん。ギャングなんてありえないよね。ギャングありえん。ありえんの？そう、ギャグありえんの。でも不動産からしたら今日ね、いっぱいお家売れたけど全部買ってくれたの、ギャングの人は。ギャングマジ神。救急隊やってると警察かっけーってなるけど、不動産やってるとギャングって大変なんだな、いつもありがとうってなってる。みんな苦労してるんだね。うん。秘密組織は？秘密組織はかっこいい。夢があるよね。夢がある。そうね、知らないで生きている人がこの町にはいっぱいいるんですよ。知ってる人ほとんどいないからね。やば、ボンバーだ。わっ、私もそれやろうかも。おすすめ、瞑想前一番熱いこれ。はあ、でもやると怒られるから。やる理由ないからね、あんなのね。うん、でもたまにやっちゃうんです。そうか、ね、今の音何って言われて、すいません、やっちゃいましたって言うしかない。うわー、やだー。大丈夫？おー、ひっくり返りそうだ。危なかった、襲われたね。うそー、ギャングに。どこのギャング？草原ギャング。襲われた。気をつけてください。もう一人の体じゃないんですよ。そう、乗ってるもんね。乗ってるよ。マグナムのオーママ。うぅー、立ち場
チークちょっと濃いかも。すごいキャシーみたい。ちょっとチークちょっと強いかな。いやいや、一番そこが可愛いじゃないですか。え、これは濃ければキャシー、濃ければ濃いほど可愛い。はい、やばい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 、どうぞ、色を変えて、色を変えて、色を変えて、ここでやったらどうなっちゃうの。わかんない、喜ぶから。あれあれあ、帰ってきた、戻ってきた、あぶねー、あー、よかったよかった。私もやってみたい。でもやったら倍返しされそうなんで。やってみ、やります、やります、やめときます。あ、いや、一回だけ許すよ。いいですか、本当ですか。あ、じゃあ、です、伏せて、伏せて、トグル離す、伏せて、伏せ切ってからトグル離す。病院では絶対やっちゃダメ。連れてかれた。どこ行った、これ。あれ、あれ、お、しおさんいなくなった。いや、バカじゃん。もしかして、よかった、戻ってきた。おお、やっぱやり返されたか。あ、ここ、病院では絶対やっちゃダメだからね、これね。病院では地下行くんだっけ。そう、絶対輸入行くから、絶対やっちゃダメだよ。下に道が通ってるとこにあると、普通に下にめり込んでトンネルに行く、下の。ああ。やらないでおきます。お気をつけて。俺なんか待ち物だよ。もう一人来た。なんでなんで。シュガピイロハ、お久しぶり。さっきぶりじゃん。なんかチーク濃いって。キャシー増殖してるよ。あれが一番いいんだって。チーク濃いよ、ほんとに。そうだよ。え、でも似合ってる。あ、ほんとですか。シュガピとイロハちゃんのシュガピの顔やばい。すごいね。シュガピの顔あまりに待ち娘すぎる。解像度高め。聞いて、イロハちゃん、あれなんだよ。どうしたの。さっきね、レッサンとね、お休みの電話したんだけどね、みんなでお揃いコーデやってんだっつったらね、いいなーっ、レッサンもどうっつったら、やろうっつってた。レッサンこれ、はい、仲間増えた、はい、仲間増えた。はい、仲間増えた。バカじゃん、バカじゃんもやるでしょ、これ。お揃い。うちらとお揃い。そうだね、じゃあやろうかな。バカじゃん。はい、仲間増えた。あげ。こういうタイプの妖怪よね。